パーマカルチャーセンターで、研修生として働いている井出です。お願いします。はい、よろしくお願いします。現在デザインコースと実習コースの両方の講座も受けてます。はい、それではパーマカルチャーを始めたきっかけとか理由っていうのは、はい、私の知人がコミュニティを立ち上げようとしてまして、その方が、パーマカルチャーというものがあるらしいよっていうのを言ってて、その時初めて私もパーマカルチャーという言葉を知ったんですけども、どんなものだろうとインターネットで調べたり本を読んだりしているうちに、パーマカルチャーを実践している現場を見たいと思って、この富士野に飛び込んできました。パーマカルチャーの魅力というものはどのようなものですか？その土地の持つ特徴やそこに住む人々の、工夫次第で、無限の可能性が引き出せるというところかなと思います。田舎に限らず、都会においても実践できる何かがあるでしょうし、永続可能な文化を作り上げていくっていう目的には、さまざまな視点を持つ、いろんな分野の方々が参加できるっていうところが魅力かなと思います。パーマカルチャーを実践するにあたって難しかったことや苦労したことっていうのはどのようなことだと思いますか？はい、パーマカルチャーを知る前までは、生活のすべてをお金で解決していたので、基本的な生活を支えるための、考える力というものがないということに気づきまして、何かを考えるためのきっかけや材料を得るには、観察が必要になってくるんですが、例えば自然を観察するにしても、自然に関する知識が必要になってきますし、その知識をもとに自分が実体感したことを加えて仮説を立てて、検証していくっていう過程を踏むには自分はまだまだだなと感じています。はい、パーマカルチャーを始めて変わったこととかっていうのはありますか？生活面であったり健康面であったりなどいろいろとあると思います。そうですね、確かに生活はがらりと変わりましたね。生活リズムも変わりましたし、食生活が一番変わりました。で、体の面もそうですけど、自分が思っていることとか感じることっていうところではやっぱり不安要素が減ってきたっていうことですかね。不安要素って例えば地球環境にしてもさまざまな情報が飛び交って頭でっかちになっちゃうんですけど、そうなるとただただ不安というものが大きくなっていくだけですよね。情報を聞いてなんかこう自分の中で、こうなんだこうなんだっていう、情報だけで頭でっかちになるんですけど、パーマカルチャーの実践をしていくことで、現実的に何かを考えて実行に移すっていうことが増えたので、そういう不安要素は減少したっていうところはあります。まずは自分の身の回りから何かを変えていくという行動行為をすることで次のステップに進めると思います。皆さんがやられている活動などの紹介とかがもしございますか？はい、パーマカルチャーセンターでは、デザインコース、実習コース、そしてファミリープログラム、体験講座など様々なプログラムを用意しております。それに合わせて、ガーデンボランティアなども、募集しておりますので、興味のある方はご参加ください。初めて体験される方もしくは、詳しく勉強したい方、全ての方に、対応できるように、いろいろ準備をしておりますので、ぜひぜひご参加ください。
てはですね、こちらとかのホームページを見られている方などのこれからパーマカルチャーを始めたいと考えている方々へメッセージなどありましたらお願いいたします。はい、はい、まずは自分が生活している地域や人々、そして自分が抱えている問題は何であるかということを把握することが大事だと思います。それをどれだけ持続可能な文化、社会に近づけることができるか考えて、工夫することがパーマカルチャーの実践につながると思いますので、皆様よろしくお願いします。ありがとうございました。本日はありがとうございました。はい。